たぶんおはようございますフードテランフードジボブラン足るぞおいおいスピンんでも変わらなくかわいいさあの練習をね朝からさっきまでやってあの練習の時に汗がすごいからメイクをしないのが好きなんです私はだから 今日はずっと練習だったので汗ばんになってどうしてもあの劇場公演とかもメイクしてもアンコールの時の自分の顔見たらもうすほぼスっピンになってるから <laughs> こんばんはだからもうすっぴんスっピンで練習の時はほぼ朝からスっピンで行って汗かいてスっピンで家帰ってシャワーを浴びてるんですよ シオリンの選択曲楽しみみんなにね今日は自慢したいことがあるんですけどコンサートが2回公演あるんじゃないですか昼と夜があるあってシオンね今日を全部全部曲全部覚えたもう終わったもうあとはリハーサルで立ち位置でもう頑張るしかないほんとに あの最初は知らない曲が本当に多くてシングルの曲もあんまり知らなくてオタクだったんですけど一応48グループが好きでオタクだったんですけどあんまり不利を見れる機会がない,ないから MV, でも MV ももリーとかはあのお顔が出てるから不利とか全然知らなくて。本当に やばかった。今回はね、あのもし劇場公演の曲が入ってったとしても、先輩の選抜の先輩が前にいらっしゃるから、シオンとか研究生はほぼ後ろのポジションでやってるんですよ。だからコンスあの劇場公演がシオンが2番目やから全然不利とか違うと思うから。<laughs>

ヒッパラウン、日本語のもやっちこんばんは。みんな、コンサート楽しみにしてください。するめ、さんごくたるにかしん、ばんがこしんげえよ。あっぷろ、まにてろわじせよ。ご飯食べた食べました。くちぶ、くちぶえ、くちふえ。ああね。乃木坂さんの曲で、くちぶ。 狼に「口笛を」って曲があって口笛ってそうだったそうそう選択曲決まったとか言うな言うなよいや決まってるのは決まってるんでしょだってさもうリアサル始めてるってことはセットリストがあるってことやからみんなの選択曲は決まってるよどんな曲かはないっしょやけどな ないしょないしょはい乃木坂さん知ってますよ大好きだってアイドルが好きかも遊びに来たよありがとうございます楽しみすぎあと2週間ですね本当に本番が待ち遠しい <laughs> 動詞<同> <laughs> ほんまにね、<laughs> 鼻打った、<laughs> ダメ、<laughs> ダメでしょ。八千の文字、ダメでしょ。シ <laughs> オみんの手作りのうちは作ってはうちは、ありがとう。ねえコンサート あの初めてなのでシオンのうちわとか見える,見れ,る見れたらいいなって思ってるけどちょっとパニックになるかもしれない広いのでヒントない <laughs> 早着替え大変ですね本当に広いのでもう走っていっかなあかんやから。 フードかぶってるのかわいいありがとうございま今日はね、10時に終わります。だって朝、明日朝早いので、私は。<laughs> あ、ワイの規模はジッパーしてくれって。ジッパーは、まだまだ先ですよ、しおん。まだジッパーやってない先輩も多いから、順番がね、<laughs> 今日何かさ今日どこかの誰かさんが「21誕生日やからショールームしてくれ」って言ってくれてあ今日じゃあやろっかと思って「誰や出てこい!」「おいショールーム始めてるぞおいおめでとう!」「誰や! <laughs>」「誰やねん!」ちょっとだけでもね配信できてよかった本当にね。 <laughs> 怖,いんの怖いんだけど十一 <laughs> 誕生日誰やおいツンデレまろった <laughs> ツンデレです知らんがな <laughs> 本当にね誰や <laughs> なんかツイッターのコメントで書いてくれてな <laughs> すっごいツンデレ <laughs> あっカウンターリイシビリりセギぎりよ もし、がます韓国産のヤンキー、ヤンキーちゃうわ <laughs> ヤンキーちゃうわ。私ヤンキー大好きやけどヤンキーちゃうわ。ヤンキーはあのね、マディスカとかマディスカ学園とか好き。いや違う違う。な,なんか、 明日って言ってて言たコメントで「明日二21誕生日なのでショールームしてください」って言ってた誰かあ最後に「しおみんスクショタイムしてくださいスクショタイムねスピンな,なのであのスクショちょっとねこれやりますねきゅう え、すっぴんひどいな。はい。<laughs> あ、まだ終わりじゃないよ。あの、誕生日の主人公さんが出てこなかったらな。<laughs> ディーダマが !T 沼がマッコしっぱよーなんやっけあのですね、これは韓国の愛嬌なんですけど、 チーズバーガー食べたいっていう愛嬌なんですけど。親友にチーズバーガー,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 ー、え、え、え、いいのいいんで。チーズバーガーマッコシパヨーチーズマ、チーズ、チーズ、えチーズえもじもじチ <laughs> ーズの2じゃんもや。チキンサラ 1분 뒤 현타 올 텐데. 뛰드버거로 맞아볼래? <laughs> 치즈바가 스키. 네? 한번 여름이食べたら 훑어보네? 밥에 먹으면 살쪄. 맘스터치 맛있죠? 짱 맛있어. 나는 근데 다 좋아요. ポゴキングと違イバーガーキング知ってますか大好き。もうマジで好き。バーガーキングが大好き。でもさ、ナンバーのあの通り、あの商店街とか、バーガーキングがあったんですけど、よくいたんですよ。NMB 入る前に。でもさ、なくなってん。バーガーキングじゃどこにおんのほんとシオンバーガーキング欲しいんけど。ワーパーワーファワッハ、ワッ、ワッハ。 <laughs> 나 끝났다요 나 말도 안돼悲しい 다이 스키나노니 동네에 버거킹 없으면 시골이래요 지금 남바 지금 남바를 시골이라고 얘기하는거지 지금. 지금 어? 오사카 사람들을 지금 기만하는거예요 어? 안돼 쉿쉿 버거킹이 독딘이에 どどっかにあると思うけどなでも大阪マウンスタッチあるんかな分からんあのウェンディーズキッチンが好きウェンディーズキッチンウェンディーズキッチンは韓国にない,ないんです多分タコベール知ってるタコベールのおすすめのタコをちょっとおすすめしてください私タコベールあんまりわか,からないから モスバーが好きもう大好きもう全部好き <laughs> 全部好きだな午後一好きえ、みさきさんタコベル食べてたじゃあ連れて行こう。インチョン공マインチョン공항언제갔었지行고싶다。タコベール、강남에도많죠강남역12번出口タコベル。 魂に,に変えたいよって今日はでもえらいんですよだって練習終わって本当にお腹空いて一回コンビニ寄ってあのフルーツのなしと梨果物のなしとチーズボールあのロカボのチーズボールのやつを何個かあるから日光食べようと思って買ったけどダイエットしたいから。 もうさっき体重測っててあ今日だけ我慢したら明日はもっと1キロ痩せるわと思ってさあじゃあ食べなかったらそうなるからさもうやめた配信終わったらもうバリー半磨いてさシャーワーして寝る朝大丈夫朝に食べよ朝は太らんよえもうすぐバがさやねさん CM 出たって。 リクロチーズケーキ代まって。次よ。リクロチーズケーキ代まってね、무슨そじゃボルンタイコーラはゼロコーラ。ねコーラ、コーラって、ダイエットしてる人はわかるけど、あの、ゼロコーラっていうやつを、いつも、塩も飲んでます。もうコーラの味を忘れた。 ゼロコーラしか飲んでないダイエットあれでやっぱよかんさだでもダイエットは自己満足でやって,のやってるので全然あの健康なんですシオンは <laughs> 食べながらダイエットしてるのでちょっと遅いかもしれないけどちょっとずつめっちゃ痩せてるんで全然大丈夫ですえっとな シオンはいっぱい踊ってるのであんまり食べても太らないくなってそれがすっかりんごわてよクセになりましたこれなんかこれクセクセじゃないクセになりました <laughs> それが一番いいよ本当にねダイエットしたくてもすぐに痩せれるのって本当にしんどいのだから なんか,ちょっとずつ痩せながら,ちょっと,幸せに生きろ?生きよ,ほんまに. 다이어트 압박을 느낀 적도 있는데, 그래도, 또, 살이 빠지니까, 공연하고, 또, 쪼, 조금, 쪄도 또 빠지니까. <laughs> 네. みん 다이어트とか, 頑張ろ? フローティーンは飲んだことあるけどあの賞味期限が <laughs> 切れちゃって <laughs> 5五本ぐらいはあの <laughs> 捨てましたでもフローティーンの追い越すっていうのヨーグルトが大好きなんですなし味のヨーグルトがめっちゃ美味しいの <laughs> 我慢苦手ほんとね我慢するの塩も苦手やから あの本当に我慢するのが嫌だから食べながら痩せなんかダイエットするようにしてるペーマンヨーグルトちっちゃいおいよなし味のプローテインなのであんまり太らなくてよくなるそうフー和さんが大好きなしはペーマンヨーグルトじゃないペーマン ぺーぺーピーなしなし筋トレしてますえなんか筋トレは苦手なんで踊るのを集中してるんですけど踊る前にこう腹筋が腹筋が割れてたら腹筋があったらちょっとターンとかするの回るのがちょっとマシになるんで踊るのがだからちょっと腹筋だけはやってます インレは好きじゃない体は硬い <laughs> でも NMB のメンバーになってから毎日ストレッチしてるからちょっとね7期生の公演がある時にリハーサルでストレッチしてるんですけどシオン結構柔らかくなってこう下までこうできる人なんかこれもこうやって足拾い開けてこっちの足の先に。 ま先に手こうやるストレッチあるやんそれできる人湯南メンバー柔らかいメンバーえー、多分ユナなんとかはバレエとかやってたのでめっちゃ柔らかいですアンジュさんとかも柔らかいメンバーまた誰がおったっけ自分あの周りあんまり見てない見てないです でもユナなんはすごいゆななんはもう全部こう脚あの床に体がついてる <laughs> そうはるかさんは本当に柔らかいです最初見て本当にすごくびっくりしました体柔らかくてあの一回レオパジュさんの劇場公演を見学してもらってメンバーになってから そこで優ミさんも優ミさんなりに本当にすごいけどはるかさんはバレしてて柔らかくてめちゃめちゃ綺麗な踊り方してた記憶がありますだからはるちゃんさんに言って「ダイエットとかしてるんですか?」ななんんででそんなに体が綺麗いんですかって言って「えっでもはるかさんはなんか。 でもがっつり、あの一食は食べてるって。言ってた。そうです、ゆうみさんは石田ゆうみさんです。そう、アンジュさんも体操、た体,体操とかしてた。柔らかいですね。たンもすごい、すごい綺麗です。え、しおんはダンスあんまり綺麗じゃないですね。あ、でもありがとうございます。 塩まだまだ入ってばかりなのででも綺麗くなろうってまた1ヶ月後にはもっと綺麗くなると思うよ頑張ってるよそうはるちゃんさんいっつも「一日アイス」っていうツイッターあげてくれて「ああ塩もこれ食べたかった」っていう思うアイスもあったし「あこれ食べたな」ってアイスもあった。 塩のターン好きな全然回れへんくてちょっと悔しかったけどありがとうございます <laughs> もっと頑張ろうってカタルシスとか「ございます」の発音きれいね「ございます」ありがとうございますおおあの坊ちゃんクレヨンしんちゃんの坊ちゃんのモノマネしてみます 이시, 복, 이시, 히로. 한국, 한국군의 보짱 한국 맹구. 정구요. 오. 돌, 돌, 돌. <laughs> 맹구. 복, 이시. ヒローヒローヒロー <laughs> メングボーちゃん大好きあユナナンごちゃいますになるもんなってえっありがとうございますあーねねねわ分かるかもありがとうございますありがとうございますあのユナナンさんのものまね18歳のはい。 大阪府出身18歳の、大阪府出身18歳のゆななこと、早川ゆなです。ありがとうございます。ありがとうございます。そ、そ、なんか、こっち、ちょっと上げてる。ありがとうございます。ちちます <laughs> お疲れ様です。 似てますかやったー <laughs> ちょっと似てないと思ったゆなナ,ナはアヒルっぽくて可愛いですゆなゆなゆなってんなんゆなってんなんゆななんなんちょっと顔を忘れたんでやめます。 そうそう大阪府出身大阪府出身がちょっと発音ができなさそうでいつもでも可愛いけどな明日はまたリハーサルがあります毎日ね明日から毎日ありがとうございますみんみんみん,みんなのしおみー みんなと夢見る恋をしようふ韓国出身21歳の21歳ちゃうわ16歳のシオミンことイーシオンです。よろしくお願いしますキャッチフレーズは,ののーズはあのスターさんと一緒に考えたんですけど8が考えて3、2、3割はシオンが考えて3割はシオオ考えて3考え割はシオンが考えて割はシオンが考えて3 二割はスタッフさんが考えてくれた。チャイマンっておろすよ。十六歳ちゃうわって。<laughs> ね、十六歳だよね、しおん。韓国出身、十六歳のしおみんこと、いしおんです。好きな食べ物はアイスパフェ。 ですあ誕生日過ぎて16歳です。<laughs> <laughs> 永遠の17歳 <laughs> 永遠の17歳ですよ。あじゃあミゆさんは私より一個上だなね。シオンは永遠の16やからミゆさん永遠の17で一個上で姉ちゃん。 あ、こい、この子。この子。この子はもう寝てるから、大丈夫よ。日本語ちんちゃちゃよ。ありがとうございます。本通りちゃね。そう、しおみん、ちょっと声は好きです。は好き。 저도 그런 마인드로 살아야겠어요. <웃음> <웃음> 삽시다. 이순이. 같이 삽시다. 인생을 삽시다. 열심히 삽시다, 민나. 왜왜왜 왜 자꾸 일본어가 나오지? <laughs> 한 번어 한 번어. 칸본고. 칸본고. 능력者です. 한국어 유톡이 니 일본어가 데테쿠루 시. 일본어 유톡이 니 한국어가 데테쿠루 시. 마지데 <laughs> フーワのモノマネフーワさんのものねえねえしっちゃんしっちゃんフーワチれた、タれた、レれた。えわ分からへんしっちゃんおはようしっちゃんなんかそういう感じかなしおんのことしっちゃんって言ってくれるチれた。 いいユズラさんささんユズラさんあんまりあの分からへんユズラさんはそういうなんか特有の特有特有へ그런게없어요。 特徴をつかむのうまいね。ありがとうございます。ちょっと昔からちょっとものまねができた人なんで。何やっけ。美優さん。和田美優さんは。ええー。どうやったっけ。ね,えね,えね、ね、ね、美優は。美優は。<laughs> そういうい感じかなねえねえ思ったみゆはなんかこういう感じかなみゆさん「<laughs> 君のハートをゲットだぜ!」そういう感じさやねさんとみるきさんえさやねさんはまずえや分からへんちょっと歌声しか分からへん喋ったことがなくて ミルキーさんなんかずっと笑ってる感じミルキーさんは <laughs> また怒られるですみません怖い怖いですあプーこれプーなんかそうミユさん笑うときにプーって笑うよ そうミルキさんの笑う,笑うあの笑顔めっちゃ好きなんかめっちゃ好き綺麗、ほんまにさやねさんもさもうめっちゃ綺麗けど2人はもうぜ伝説なんですよ伝説あサさやねさんに似てるってちょっと声ね声がちょっと似てるって言われたかもしれないしお、ま。 歌声がね。朝の空を見上げて。なんかこんな感じかな。今日という一日が。違うかな笑顔でいられるように。外お願いした。 ありがとうございます。ちょっと <laughs>。やった。歌唱力は、あどうなんやろ。歌唱力、ちょっと、どうなるかわからへんけど、頑張ります。ミル,ミルキさんは、筋肉を触らせてよ。なんかこんな感じ。 どんな感じなのか興味があるのよ男の子って不思議だねなんかこんな感じです <laughs> なんかモノマネすごくできますよね塩 <laughs> 悪き悪みん悪みんになりたい

チンチョボじゃ、へがじゅうご、まんどんがんで、はんどんはご、へってゃえっせよ。しおんの、あの、ロージョンのダンス、ダンスチームっていうやつをみんなに知られて、でも、あの、映像とかは、あの、ダンススクールっていうか、のスクールを一緒に通ってった友達と、仲良かった友達と一緒に、 牢状でダンスしてるチームとかあったからあ、うちらも一回やってみようと思ってやってて2回ぐらいやって解散しただってシオはその時大学の受験があったんで高校3年生の時にやって受験もあの芸術大学でしただから芸術大学のあの実技があって その実技を準備しながらその籠城をやってて大学に受かってすぐあの解散になったシオンがリーダーだったんですけどなんかやめちゃったシオンがやめて <laughs> シオンと友達一緒にあのシオンと友達が3人が同い年で一緒にリーダーとかしてめっちゃ上の年だったんですようちらがね。 頭いいんかなでも頭じゃなくて実技だったんですよ実技実技芸術大学ねあの歌って踊るやつの実技があってえー、でもさちょっと面白い話なんですけど大学さ入って実技が受かってなんか2個か3個受かったんですよ大学でも,いもう一番行きたいとこに行ってもう いいよいよシオンも大学のキャンパスライフ,ライフが始まるんだと思ったらさあのヒールを初めて大人になってヒールを履いて走ってあの地下鉄送っちゃって走ったんですよ。走ってヒールでこけてあの足首がバーンになってでもちょっと運がよくてシオンがあのシオンの骨はちょっと太いんですよ骨が。だから 折っっててはないいけどあの中の骨っていうかバラバラかけらになってちょっとなんか血があの体に血が詰まっててそれがヤバくなったらあの足使わなくなったから使えないからちょっとあのこれもっぱれこれをちょっとこう踏んでさでも大学がめっちゃ遠いんですよ。韓国の 芸術大学はあのカンナムとかソウルじゃなくて芸術大学はほぼ有名な大学は下にあるんですよ下とか上とかソウルじゃなくて遠いから足首とかあのできないし何て言うかあの踊る踊って歌うが芸術学大学だったから。 あの全然勉強もできないし行けなくなって休学して1年1年休んで腐敗腐敗1年休んで,でそっから韓国の事務所に運が良くてあの入ってなんかちょっとだけ寮に住んでたんですよだからその時大学辞めちゃったんですよ辞退した 1년 휴학하고 회사 들어가서 대학 안 가도 되겠다 싶어가지고 대학을 자퇴하고 이제 데뷔할 줄 알았는데 잘안 돼서 그때 이제 숙소에서 이제 누워 있는데 NMB 그 오디션이 있어가지고 응모했어요. 응뭐 응. 한국의 데뷔가 좀 우마크 이なくて <목소리도> あのその時寮でさ、携帯見たら NMB の七期の募集の応募があってん。だからそれを見て、ちょっとデビューできなさそうやから、やめるつもりだったんですよ。アイドルっていう事態を。アイドルを目指すのをやめるつもりだったんだけど、<laughs> NMB のことを受かって、いうもうあのメンバーになりました。なんかスペッタックル。 スペククラハネヨインセン人生がマジでちょっとスペックタックルっていうか運命ですね NMB とね韓国で上手くできなかったのはそのタイミングもタイミングやけどその NMB になる運命だったんちゃうインセンギちゃんタルルルータルルータ しおんしおぬおぬるとよんすぶらます人生マイペースですやるしかないみんなもねやってみたいとことがあったらもうだんだんやってみて違うと思ったらもうバッとやめてまた違うやつやったらいいよ全然失敗しても人生長いしいつかはさ成功するからみんな いつかど何にも何をしてもいいよでも犯罪はダメだよ <laughs> 犯罪とえまま,まともにやって <laughs> どんどんやってみてくださいみんなしおんがね応援してるからなんかこう辛い時はしおんと一緒に頑張ろう 一緒に頑張ろう <laughs> 犯罪はポンジョ <laughs> 犯罪はダメまともに生きろうちの親はそういう挑戦しようとするとダメばかり言ってましたねえでもさそういうの親は心配だからそういうの言うかもしれないけどシオンも一回は NMB のこと日本だから 外国やから反対されたことあったんですけどだってシオンは気が強くてやりたいこととか夢とか自分の未来に関しては絶対自分がやりたいようにやりたい性格なのでそれあのダメって言われても絶対やるってでも親,親に言わなくてやるよりはあの言ってからやる人かなトンボトンボ 안 된다고 해도 저는 통보하고 하는 사람입니다. 몰래는 안 해요. 네, 으시로 대 좀... 네, 희석가니 엘히토는와 나이 가모. 음, 밀어붙이기. 갑자기 한국어. 네. 일본어를 좀 모르겠어요. 통보, 뭐지? 일본어로 뭔지 모르겠어요. ねでも着こっかカナだ通報通報してそう親親に通報してやる寝る時間大丈夫あもうすぐ終わりますよねトンボは 通報っていう韓国語です。ますますしおんのファンになりました。ありがとうございます。でも。ね、なんかちょっとアイドルらしくないっていうか、あの、ちょっと。可愛くないっていうか。そういうのは悩みなんですけど。あとしおんペニンで。ちんちょ。ちんちょ。<laughs> しにぼしたツイッターやってますよ ?Twitter にいいシオンって調べてみてください。あのやってるけど投稿とかを毎日はやってないからでも今回の AKB 新聞さんの,あのうさぎのパジャマとかのやつをまた投稿したいと思います。 くにゃん d がてんで、ちっちゃろ。<laughs> らしくないって曲出してるグループだから大丈夫です。<laughs> はい、シオンは大丈夫でした。NMB はアイドルらしくない人が多いので。え、でもアイドルでしょアイドルっぽいけど、ちょっと面白い系の人がいるので。<laughs> らしくない でもみんなと一緒は面白くないでしょはアアイイドドルルででしたはアイドルですよあグラビア系とかもいっぱいいらっしゃるんですけどあの面白い系とかなんかいろんな個性があると思う NMB って。潮にぬロブ短編そうです。 ラブタさんの推しファーストラビットファーストラビットいいなそうお笑いがすごい NMB は大好き何バトルもシオンやりたいチームに入りたい入れたらいいねチキンの b h c プリンクすんさルすんさル 그리고 치즈볼. 그리고 비비큐 황금올리브. 그리고 후라이드 참 잘하는 집. 그리고 뭐였지? 또 많이 많이 먹었는데? 아, 집 앞에 있는 치킨집도 맛있어요. 치킨. <laughs> 교촌 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 레드. 교촌 레드 콤보. 허니 콤보. 교촌 허니콤보였던. 그냥 다 맛있다고 해. <laughs> 그냥 다 맛있어. 그냥 다 맛있어. 치킨은. 치킨. あの, 오사카에도 한국 치킨 야산가 あるんですよね. 간보 치킨 완전 맛있지. 한국 치킨의 あのあれと 떡볶이 と一緒に食べたらめっちゃ 若菜さんと一緒に韓国チキン食べようって約束したであのコンサート終わった後に「シオンかわいい」「<laughs> 急に日本語になるの面白い」って <laughs> なんかシオンの配信の時韓国の方と日本の方がみんな来てくれて。 時々日本語してあ、でもさ日本の一応シオン日本のアイドルしてるんで <laughs> ベースは日本語なんですけど韓国語も喋ってる感じです一応日本のアイドルしてます <laughs> アイドルやらせてもらってますワカニャさんはよくおごるけどでもシオンもワカニャさんにおごりたいし 実際は若にゃんさんが年下なんですよ。だから、おごってくれるのは、あの、嬉しいけど、シオンあんまり、おごられるのが苦手なんですよ。しおおごられたら、絶対、こう、返したい人なんで、絶対、今回は、機会を見て、若にゃんさんに、おごらせてもらいますよ。若 <laughs> にゃん、おごりすぎ。ダメシオンがおごるわ。 絶対シオンが怒るそう若にさん高校生なんですよダメ若にゃんはダメおごったら赤。シオンが怒る怒るじゃないおごる年下の先輩です しおんちゃんも高校生と聞きましたがあって。しおんは中学生です。おごるぬん、サじゅ거。サ주는さじゅ주거나、いろんごしおんにゴディンコンモデンドン 韓国は、おごるを、はんとそんだやかん。あの、ちょっと、こんな感じで。そんだ。<laughs> こんな感じで言います。おぬれは、ねが、そんだや、また、バッテリーなくなった。わり <laughs> <laughs>、さらぐろ、よ。かす、ゆな、じょうあしなよんっちゃ、じょうあえよ。じょうあえよ。ゆな、ゆなし、ナむじょうあえよ。

뭐였게?あの 하루에 네번 사랑을 말하고 여덟 번웃고 여섯 번의 키스를 해 줘. 유나상, そうそうそう. 비밀번호 486. 비밀번호? 암호 번호 4486. 暗証番号四八六です西野かなさん何やっけ西野かなさんのトリセツトリセツ何やっけアイユさん好き歌えるあアイユさんちょっと声が出ないんですシオハースキーなんで BOA さん、TBXXQ そう、有名でしたよね。日本でめっちゃ有名だったんです。今も有名か。ワンダーガールズ、ワンダーガールズ、Tell me Tell me, tell me, tell me. これ,かこれからもどうぞ。よろしくね。 あ、これか、これからも、どうぞよろしくね。これやん。これからも、何やっけどうぞよろしくね。こんな私だけど、えら。で、もらって、ありがとう。ずっと、大切にしてね。 えいしょ、えいきょうの、私だから。エスパーあーもや、いご。いご、もや <laughs> ジャングルジム恋、なんか、面倒だあだ。<laughs> ねえ、声死んだ。 ね、終わりました <laughs> ミラーボール <laughs> ミラーボールやばい <laughs> <laughs> カラオケキヌニいっちょ。カラオケはまたやりますせがラリサルラリサっていうあのラリサリサリサ二名 テロ本じゃきゃっさよその陰キャなんで陰キャですお課題曲にあったんですよね西野カナさんでも最初のあの長い歌詞のやつが私ヤバくて「ワンヤロカラカー」「チキュラーチキュラーチキュラー」 うえ前田敦子さん好き右肩今日朝聞いた聞いたブラックビーって世代違うえー、その時はしおん小学生かな楽器は弾けないんですねしおん弾けれへんまあ もう、バッテリーないので、もう寝るわ。寝ます。七五十あれじゃ七五十人あれじゃヘビーロテーションヘビーロテーション。はい、みんな、お疲れ様です <laughs>。あの、 もう明日朝早いのでシオンは寝ますみんな今日もありがとうございましたねえ見てあの眉毛ないんです <laughs> スピンなんで眉毛ないんですよほら <laughs> バイバイ。 ポやしみ眉毛ないです <laughs>。フフフ。<laughs> タイムアニゴデニョちょよタイムアニラゴ。あね、韓国の人がさ、眉毛のハゲって言ってた <laughs>。ランキングは読みます <laughs>。ランキングを読みます <laughs>。<laughs> 13位、ナコちゃんさんあっ。ありがとうございます。今日は何しよう何しよう ?Q? これしよう。あ、ティードバガしよう。ナコちゃんさん、ティードバガありがとうございます。12位、ピングさん。ティードバガありがとうございます。<laughs> 11位、やる気、元気、荒牧さん。ありがとうございます。 ティーズバがありがとうございます。10位、イルリさん、ありがとうございます。あ、また忘れた。ティーズバがありがとうございます。九位、ペッカンミリナムコクテギエ、ちょんちょんちょん。3位、ティーズバがありがとうございます。八位、ルイさん、ティーズバがありがとうございます。七位、ナナカマドさん、ありがとうございます。あ、ティーズバが忘れた。<laughs> ティードバガー、ありがとうございます。6位、まー、あ、ちゃんさん。ティードバガー、ありがとうございます。これ、ティード、ティードバガーはね、韓国のチーズバガーという愛嬌です。あら、改めて説明しさせてもらいました。はい。5位、ブルーセブンさん。ティードバガー、ありがとうございました。4位、バンナムシ、バンナムシ、あり、感謝합니다。<laughs> 3位、 元気くん、ディードバガ、ありがとうございました。2位、トモさん、ディードバガ、あ、あ、カラカラやん。ありがとうございます。2位、トモさん、ディードバガ、ありがとうございました。<laughs> 1位、イッシーさん、ディードバガ、ありがとうございました。<laughs> ね、ナムむし、なむしの、はんご、韓国ごぎにしにか、ね。<laughs> <laughs> <laughs> かんさみな。ふふ <laughs>。クローダーが出るくそんなんだ。でいる、どれあんぶりんがけんちゃな配信ありがとうございました。<laughs> こちらこそ <laughs>。みんな、チーズバガこれは、あの、YouTube で、韓国チーズバーガーっていう愛嬌があるよ。みんな見つけたらいいなって。みんな見てみて。 面白いの、あれ。シオンは二度毎日ショールムヘバラ。まあ、シオンは毎日できないよ。シオンショールム毎日で、毎日できない。ディードバコ中ュよディードのトゥじゃんねほんまにね。ありがとうございます。最近中国のドラマの初恋のメロディっていう、あの、ワッチャンにある、 ドラマ見てるんですけどマジでドキドキするマジでドキドキするもう明日の明日も家帰ったら見ようってバイバーイお疲れ様まや休みなさい Bye-bye.